キティワンサ駅は、マレーシアクアラルンプールキティワンサにある、ラピドキロリットルの駅。アンパン線、スリプタリン線、キロリットルモノレールの3路線が乗り入れる、乗り換え駅である。当駅を含むスンプルティモール駅チャンソーリン駅の、区間は、アンパン線とスリプタリン線が線路を共有している。また、寸外風呂をするダンプトラジャヤ線が工事中であり、2022年7月に、開通。 当駅に接続予定。ラピドキロリットルは全駅に駅番号を導入している。当駅の駅番号は、アンパン線は AG3、スリプタリン線は SP3、キロリットルモノレールは MR11。アンパン線&、スリプタリン線ホームアンパン線、スリプタリン線の駅舎は、コンパック川沿いに、キロリットルモノレールの駅舎は、トゥンラザク通り上にそれぞれ構える。 公開機である。互いは、連絡専用のペデストリアンデッキにて接続される。アンパン線、スリップタリン線のホームは、相対式2面2線を有する。キロリットルモノレールのホームは、相対式2面1線を有しており、ハーフハイトタイプのホームドアを設置している。駅周辺は、郊外近距離バス乗り場があり、朝夕は、バスとモノレール、LRT の乗り換え客で混雑する。 また、現金ハイランド行きタクシー乗り場が、駅の目の前にある。ありがとうございます。